さあ今回は2024年のリリースと製品版の日本語対応が決まったスーパーファンタジーキングダム、毎日ねこの街に攻め寄せてくる敵軍を撃退していく街づくりとストラテジーゲームで、このね街の前に部隊を展開して絶対的にね通らないように守っていくと、で何日間生き延びれるかっていうゲームで、さあユニットは1種類です。こちらナイトですね。でこのキャラの強化もできるんである程度振ってますけど、とにかくね耐えないといけない、こいつは前線をね維持するという感じで、ちょっと残していこうかな。はい、さあデイ1。さあ王様がここにねやってきて、で、リアルタイムで進むので、まずね、酒場をターバンを作るんですけど、ここでいいかな。さあここにね、人を入れていく。でこの食料を取ると。で食料はこのユニットにね必要で、こいつはいらないんですけど、取ったやつの維持に使うので、1人ね入れて、で施設を作るためのこのね木こりとかを作って、で人がね最初そんないないから、ワーカーねあと1人だけです。なんで早めに家とかこのちっちゃいとこね、家を作ってワーカーを増やすとかしていく。で今いっぱいなのでどうしようかな、マインを作るか、まあでも石もいっぱいなのでいいか、ワーカーでこうね増やしますよと。で今これゼロです、空きがない。で最初こうねリペアっていうので城を再建して、で強化していく。で周辺にはねこう資源で雇えるユニットがいて、配置変えますか、ね、あとはこの回復もできる文句とかね、こういったやつらをゲットしていく。いろんなんかねイベントもあったりするんで、この辺聞いて達成していったり、さあこれちなみに情報だね、今日来るのはスケルトンで、夜までに内政していく。で夜になるとその部屋終了 で食料をねその夜にこうユニットに配ることで経験値になるみたいな感じのシステムで、第1でいいかな。これなんだ、おチャーチリペア、うわ待ってどうしようかな、あれ木こり2人いるしな。いやこのねユニット食料が経験値になるので最初からいた方が経験値になりやすいって感じで、こっちやな、これ入れます。これこっちこの範囲の敵を撃ってくれるよと。でずっとこう戦ってるんでね、守って、夜になると活発になってもブワーって一気に来るんで全滅させないといけないと。こっちもね全滅仕掛けるんで毎日毎日激戦をこなしていくんですけど、もう夜だね。だからこうなるとあとこの赤くなった敵ちょっと早くなったりするんですかね、それを倒すだけ。初日は大丈夫で、生き延びた。あれ、そうだ、こいつだけか。リーダーまた違うから。これで、何体倒したよ。誰が活躍したよ。後から入ってきた方が倒してるけど。で、コンティニューで。で、まずは、座ります。これただ押すだけですけどね。で、食べます。で、寝ます。で、こう経験値が入りましたよ。なんで、初日に入れたわけですね。初日は守れますけど、一人で。入れることで経験にする。これはヒーロー。強キャラが来る日なんですけど、わー、悩んじゃうな。役割がそれぞれ違うんですよね。ここにアイコンがありますけど、
近接でダメージロール。まあ、同じです。同じです、彼らは。で、こいつはサポートでマジック。遠距離ですね。役割としては。で、まあ、デスプリーソが一番ね、強いんですけど、この中だと。で、ね、これかな。どうやってもこれかな。で、こいつはこう、アンデッドを呼び出して、敵がこう上から下に来るだけですけど、アンデッドは下から上に向かっていくというね、最強の部隊が展開できます。で、家はどんどん高くなっていくので、ワーカーはそんな指数関数的に増えないので、どこに割り当てるかみたいな。木を1個減らして石入れて、今111だね。にする感じかな。で、ユニットは今ここ行って、マックス5人ですね。まあ、ここに置けるのが4人なんで、控えとか。で、この後ろこれ控えなので、こっからこう先を攻撃できたりは、前はしなかったね。で、ちょっと直したけど、これ木の加工なので、次ですね。で、ゴールドマインとか欲しいんですけど、この右のやつが木の加工系なので、差を見る。木を5個のやつを作る。で、マックス8なので、貯めることができますね。175ミステレスストーン、アップリケートミステレスストーン、オーブモア、オックオーブを持った状態で次のラン1個始まるよと。お金残したけど足んなかったですね。500、これまあそのスタートの効果上げていくっていうのがいろんな場所にあって、このためにお金取っとくのもありなんですよね。資源が浮くことによって最初からできることが増えるので、その分だけ有利になるっていうので、そういったね、繰り返しの要素が、この王国にそもそも効いてくる感じで。これ多分直せば次も直ってんじゃないかな。あんまその辺覚えてないな。まあ、右上のやつとか明らかにね、探索してるんですけど。進めよう。特にすることは。あ、でも一人余ってんな。あ、怖い。あ、なくなっちゃってる。木がなきゃ何もできないですから。食料7なので、今日使うのは2ですから、他のとこに行ってもいいんじゃないかなってとこで。で、これアップグレード。お金、金ありますからね、俺。これがこのインゴットになりますけど。ストレージが2倍に拡張される。まあ、今やるべきことではないでしょう。今やるべきことは、サーミル、あと1。ファームもいいですけどね。サーミルが遠のいちゃう。で、食料がなくなった時に、ね、これなくなっていくんで、ああいった食料系も作んないといけなくて、だ枠がね、決まってるんで、多分全部置くことはできないかな。どうしたって加工しないと作れないものもあるんでね。さあ、これまあ余裕です。で、青クロスもまあね、ないとはもういないようなもんです。お、仲悪いね。二人分かれて。で、レベルアップ。ここでパラメーターが強くなると。あいつはね、鉱物なのかな？結構上がってましたけど。で、6でしょ？で、こいつにですね、この、インゴット渡すことで、この、強化がされる。逆に言うと、インゴットがないとね、強化されないけど、あいつは強化が必要になってくるわけで、そのための強化の場所が、サウミルからの、この、シュメルターね。で、これ自体には別にいらないんですけど、で、石と、俺だから、で、これでしょ？で、これ、一個足りないわけですよ。俺が。ってなると、ゴールドマインがいる。で、ゴールドマインにはこの木の板がいる。だ、結局これがいると。巡り巡って、いるわけですね。で、まず、先にやっちゃうか。どうせね、やんないといけないから。で、これ次はゴールドオレ。石はすぐ足りるというか、なんか足りてますから。もうちょっと溜まってから加工にしようかな。すぐは加工できないんでね。
この辺のこれが取れればいいんですけど、なんかできたっけな、この辺で。模索中だね。これなんかボスかなんかじゃなかった？進行ダメージだっけ、確か。進行ダメージ。ブレスがそうかな。15モンスター、文句。文句は小麦。小麦は畑がいる。畑は、これね。で、まずゴールドマインとスメルター作るから2でしょ。1、2で、残り2枠空いてんのか。そうです。まあ、いろいろ置くものはあるので、まあ、これすべて、ね。これすべて置けないですから。枠的な、あと4なので、4でこんだけあるんで。明らかに無理な話ですけど。あれ、木来たか。じゃあ、石やめて加工して。で、これも直したいから、木の加工はね、めっちゃ進めないといけなくて。で、この、ボールがあると、こうユニットのステータスにボーナスがつくので、家欲しいな。いや、壁はね、絶対作りますけど、必ず。間違いなく。あと2だし、先に行っても息するよね。でも加工を先に終わらせてもいいか。2枚なんでそんなに時間かからんね。さあ来い。さあ走ってくるね。まあ、この辺まだまだ大丈夫。4日5日目が確か一つの分岐点というか強くなるポイントで。ちなみにこれあるだけで選択肢じゃないから、スキップしても結果は変わんないね。で、最初多分魚かなんかあるからクロスボウが強くなったんだよね。食べ物によって経験値の量が変わるので、今明らかに違いがありました。お、これ足りるでしょ。ゴールドマインを作りつつ、石9か。はいはいはい。これ上げはもう壁先にすればいいかな。9と2ね。で、1あるから1取ればとりあえず解決はする。さあこんな感じで内政がね、結構ね、どれをしようかなみたいな、こっちに悩みどこですね。でお金も42、なんか中でやってるよね、お金も。雨でちょっと遅いのかな。これの強化ってなかったっけ。 あれか、レベルだけかな。なんかここら辺上げたいけど、あ、じゃあこっちはこっちで、8で強化記念。木の板まだ2枚ありますね。2枚じゃまあ何もできんけど。まあ今石か、とにかく。石だ。今木は、まあ家だね。家にしよう。888。水、生産性。まあでもこれ、まさに使うもんだから。まず、早めに強化したいんで、そこですよね。家があれば、だましになる。人口は食料を食わないから。単純に労働力のみなんでね。俺もだいぶ多いんじゃないかな。ここはまあ2は超過してる。さあ、守れ。こっからね、舞台がやられる可能性が出てくる。お、ギリ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 瀕死だったんじゃない今。だ、一番前のやつがダメージ食らうわけでもないから、必ずね。さあレベルアップで、5日目はね、新たな人が物、物々交換ですね。確か
お金じゃなかったはず。おお、これいいな。いや、家にしたかったけど、これならすぐに作んなくていいね。これこいつの強化できます。これでね、ゾンビが生まれてきます。はい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 。で、じゃあ俺一旦交代したから需要が。俺なしの食料ちょっと取らないとまずくなってきた。石、木、食料。で、これ、待ってどうしようかな。石の需要は高いですけど、これの目標がちょっと一旦遠のいて、次6なので、喫緊じゃないよね、これは。こっちか。これ壁で強化されますね。で、タワー、お、あ、ユニットのスペース、あ、石めっちゃいる。あれもうゲート半分でとりあえずいけるから、また石か。なんかこの辺置きたいけど、石すごいな、需要が。石の人員が足りないね。で、食料は6くらいまでいったら、戻しても息するけど。人口です、人口。で、ここで、500払えばスタートの人口が増えると。こういうね、スルメゲーです。で、ゾンビが落っこってくるんで、はい、近いよ。こいつはね、重要。まあ、ダメージはクロスボウなんだけど、こっから、状況変わってきますから。ライスオンゾンビ。ゾンビが湧き上がります。でもフェイスレベルか、ちょくちょく見えんの。2になるとアップグレードできるのね。なんか進行がこの家とかについてますけど、足りないってことだよね。足りてるんじゃないかなぐらい思ったけど。さあ、ゾンビ。死んでないけど。何から生まれてきたんだろう、今。ゾンビがこれで上に向かっていきます。で、一応ダメージを与えてくれるんだけど、なんか弱いな。あれ？うちのゾンビさんは？あれ？で、これ、この王冠ポイントはね、今6あるんですが、これで資源、あ、小麦って文句言ってもいいか。そうしよっかな。ユニット増やせばね、強いってわけではないんですけど、こうやってフューチャーなんだっけ、ここではね。文句文句文句。枠が多いって書いてあったからね。頑張れ、文句。ゾンビはまあ敵の足止めとか。とかとかとか。文句耐えろ、文句耐えろ。文句はただ耐えるんだ。あ、文句。まあ彼のおかげで、デスプリストは、問題なかった。あと1体か、ナイス。まあ、助かりますから、彼はね。あれ、ああなったら食料使わないはずだよね。それがいいか、さておき。あ、使うか。経験値はならないね。さあ、6日目。ヒーローが来るとか、なんか、それもちょっと先だったっけな。オファー。ヒーローはヒーローです。で、ここでお金使ってヒーロー。まあ、デスプリーズみたいな強力なユニットを増やすことができるんですが、さっき強化に使ったやつがいるので、ミニマイズ。ああ。戻すだけか。リロール、ノーサンクス。タケタケ。だ、強化か増やすかみたいな感じだね。で、これヒール、6かかってるよね、多分。使えないんじゃないかな、まだ。まあ、自分をヒールせよって感じですけど。さあ、どうしようか。枠は、でも、この、ファイターね。こいつはね、このタウント。こう敵をね、寄せます。ただ、石使うんで、例えば枠増やして、こいつが敵を引きつけて、他ので攻撃するみたいなイメージができればいいと思うんですけど、ね、できないですから。
ちょっと進めよう進めよう。やれることは特にないです。だ進行もうちょいだよね。溜まってってんのかこれ。だ家があれば早く溜まるのかな。なんか文句がそういえばキルすればみたいなったよね。うん、してないみたいですけど。来た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 。はい、いえ。で、食料もない、あ、まだあるある。ないは言い過ぎ。そんなことはないですね。で、石で、これまだ早い気するんよね。マックスは ?16 か。まあ、他に使えばいいかな。よしよし、これはいけそうだね。さあ今日は2です。確たる2人は死んでないですから。お、ないと、あ、まあ、奮戦するしかないんだね。まあ、他のやつがどうしようもないなら、ないとか頑張って。文句下げるかな、ちょっと。あれ、もう一応倒してくれてるね。リワードがあるから、やってるけど。倒せるなら残すか。もう解雇もんですけどね。で、ちょっと木を一個加工して、これ直したいな、せめて。結果をね、一つ得たいけど。で、ベリーあと3、4箇所か。ここら辺にあったらベリーはなくなってるんで、だから畑とかがね、あるわけですね。食料がいずれなくなってしまう。10日とか行ったらなくなっちゃう。これボスだね。さあ、ボス戦です。ゴブリンキング、オーク。ゴブリンキング。今あ、これたまりました。進行フェイス。すべてのユニットの防御力アップ。すべてのユニットの攻撃力が、アーマーがマックスの時アップ。でね、まあ、こっちにしますけど、アーマーなんて誰も持ってないんじゃないかな、そもそも。まあ、終わったら見よう。もうちゃんかけたいね。さあこれゴブリンキングだけなんでね、楽です。で報酬、このまあ近接とかのクールダウンが短くなる。これ明治かな。マックスヒット。おぉ、これいいんじゃないこれ。ナイトという意味じゃないこれなら。ああ、これかこれ。この、デスプリストの攻撃の方だよね。まあじゃあまあまあまあ。別に別に。さあこれ、ちょうどいいからミニボスも戦いましょう。挑戦できるんですけど、まあこのボスの日は敵来ないからね、楽にいけるでしょと。やれ、打ち倒せ。250だったよね。もう死ぬんじゃない。終わった。さあファームです。ワンリソース生み出しますよと。毎日届けてくれる感じかな。あ、石いっぱいだ。待てじゃあ、ゲートを作るか、作ろうか。まあ、他に、ちょっと待ってね。止めて。プロダクティビティ、生産性が上がる。気になるよね、これ。あるいは他。畑か。
これ以上生き延びる気があるなら いるんだけども、小麦粉、パン、3箇所、1、2、3、すべてを使えばできるね。めちゃくちゃ大変。でも、住めてたらいるんじゃないっけな、そういえば。これです。これしかありません。はい。まあ、明日からですけどね。これ6あれば、より進化できる。か、もし2あったらね、さっきの段階で。強化できたりってありましたけど。おお、まあ、言ったやつなんで、これ関係ないですね。じゃクロスボウレベルアップ。ね、これ、アーマーないですよね。だ効果がなさそうなんで。アーマーがフルなら火力アップっていうのも、アーマーがある前提の話だと思うんで。あ、シールドでしょ？ 0。これが54。0。0。だ倍も意味ないですね。その点で言うと。みんなないから。みんなないもの倍っていうのはもう、ね。まやかしですね。さあ、ユニット8。釣りもしたいな。だ結構やることがね、多いですね。進めていきましょう。これインゴットをゲットします。焼いてね。また多分進行いいね。やっぱ家から入ってきてるっぽいね。王様が行くことでお金か信仰が集まってるみたいだね。ゲートを置いたとします。例えば食料ないもんな。やばくない？これちょっと。あ、もう板いらんか。あの板何に使うんだっけ？なんか3集めってやるな。これだこれ。直します。チャーチ。上は？進行かなこれ。なんて書いてあるんだろう。1だと移動速度、キングが速くなる。2だとヒーローアップグレード。3だと税だね。ビルディングスから4、タックス。で、4、4でキングブースト。5でヒールアップグレード。進行っぽいよね。こいつの話かな？フェイスレベル。これフェイスっぽくない？これ。FAI だよね。ここがまた別でやんのかな？まあ、直すこと。うわー、やばい、結構。ラストデーじゃない？ラストデー。奮戦してますけど、これかつユニットはまだちょっとかかるでしょ。このユニットのね、数と配置と能力と全体的に重要で、でそこにかかってくる耐性だね。インゴットがあればこれ強くなるし、木とかいっぱいあれば弓強くなるし。あれ加工もしてないよね。まだ行ってます。あと3、俺取ってこないといけないね。あ、でもいい感じ。みんな活躍。クロスボウがちょっと死んでなかったと思うけど。さあ、レベルアップ。結構軽くね。1.6倍になったね。やべ、食料ない、もう。魔法使い、ちびっこ魔法使いだ。なんだっけな。お金で、門か。ヒールじゃない？これって。やるやろう。やります。お願いします。さあ、ヒールです。配置だな、とか、じゃあ。あの位置にいたら死ぬよね、運命的に。運命的に死んじゃうから、難しいな。ハンター置こうかな。そう、ハンターならすぐ食えるんじゃない？ハンターから生肉なんてないよね。ないでしょ？まあ、できますね。石をめっちゃ使うけど、使い道も今ないし。あ、こいつ集めてる信仰。あ、こういうことか。だ、こいつの信仰が別にあるのかな。まとまってんのかね。信仰こいつのレベルになってるんですけど。2だとアップグレードが入ってるはずですよね。数値的に。で、ちなみに強化がありますね。できるな、しかも。モアスペース。ザ・バトルフィールド。やったれ。お、いいね、いいね、いいね。ユニットがいいね、マジでユニットが。
行くか。さあ、食料がマジで足んないんですけど、これこいつがこうタウンとしてくれればね、時間が減るってのありますけど、まあとりあえずできるはずなんで、やってもらって、もういいね、もうユニットがいないから。で、この後ヒーローとか必要になってくるわけで、もうアップグレード、これ1体までなんでね、ユニットはもういない。文句も入れたし、もうね、いや、ノライトね。もうないから、やっぱヒーローか。他なんかあんのかな。さあ、今日か。まあそこに使わんでもって感じで。あとヒール、ナイスナイス。ヒールあんならでも、そこやばいな。そこだとちょっと死にそうよね。右にいよ、右に。ちょっと、左は、頑張ってヒールで抑えて。不安定要因ですけどね。で、食料なくなると同時に狩りに移行するみたいな、いいんじゃない？結構耐えてます。けど、無理そうか。ニューフェイス、まだね、能力が上がってないから。で、この子は縦がちなみにあるね。だ、2倍はこの子には効いてくる。けど、2倍でもないし。いや、回復がずっと効いてるね。まあ文句は死にかけてるけど、文句真ん中かな。いい感じいい感じ。もう、まあ文句は倒さないんで、人をね、信仰のみですから。さあ10日目、こんな食料政策をミスってるね。はい、よし、来た、コンプリート。あ、で終わりなんだね。教会当たるといっぱいあんな。ここにもあるし。まあ、これも狩りせざるを得ないね。置きましょう。で、家は次16なので、まあ、マックスまで貯めれば。で、木はないんじゃないか、もう。この真似のやつは違うんだよね。だからニューツリーを、石で生み出す。で、石もなくなるから、これでメイソン。あ、道の強化とか、家が石を使うとか。はいはいはい。そんなんじゃないね。で、ここかな？俺がないんじゃないか。ちょっと待って。パニック。スーパーパニック状態です、これ今。何が今取れないんだろう。石取れないかもしれないね。もう資源がね、これなくなったら、これ俺はこう見えますけど、石がもうないように見えて、いや、ないでしょうか。ないでしょうね。だけどもう使い切っちゃってるんで、メイソンでいいのかな。なんか違いそうですけど。ここだよ、ここ、多分。俺か。俺の強化は俺でやると。これなんか探索だよね、確かね。この、ジオロジストは。俺多分絶対足んないか。とりあえず焼けないね。4あるけど。焼いたらそれはそれで俺がなくなるから。絶望的選択肢状態。いや、ここに1枠ね、ヒーロー途中のあのね、何でもいいからいてくれれば助かったんですけど。これ狩りかな、今もう狩りじゃない、狩りに移ろう。あと食料をしっかり維持して。いや、この数きついかな。うわ、右耐えろ。あー、前衛がやられた。おびき出したと思うけど、さすがにこの数さばききれないか。あ、そんだけですんだ、でも。強。あ、リザードアンロックしましたね。で、右下に書いてあって、今。ナイトがここまで来ると強いね。お、あんの食料、これまだ。あ、2です。これ足りないから赤表記で、仮次第だね。ベリーでもあるっちゃんのか。なんかもう、俺いいや。石でも多分ないでしょ。木はこう植えてますんで、ね、入れとかないといけないかな。
だこのフォレスターって人が新しくいるから、枠が増えたくらいの感じで、労働者が足りないと。で、ちょっとやってみますかね。これ、メイソン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 。じゃあ、メイソン1。キーは町でしょ？とりあえずこんな感じにして。で、ベリーかカリかみたいな感じで集めて。あ、で、上がってる上がってる。進行レベル上がってますよ。もう何も、あ、でも5か。2から次5なのね。無理ですよと。これもじゃあ上げちゃおっかな。さあこれね、このフラッグでここを探索します。で誰かが来るんだよね。でここから集めますよなんだけど、もう焼いちゃおうか。あ、インゴットなんか、あ、そう、インゴット使ったのね。何使ってくれても構わないですけど、これ探索をしていくわけですね。メイソン絶対しないでしょ俺。木の板作ってんの俺今。いらないいらない。やばいやばいやばい。内政も頭打ち感があって。さあもうこれ敵の数が多すぎる。確実にナイトが死んだら終わる。ナイトは死なない。ナイトはしかし死なないと。英雄で英雄。これは近接が敵を集めてるから生きてる感があるね。文句の回復も多分耐えてる要因だと思うんですが。氷、あ、ナイスナイスナイス。でも木いるかな、そんなに。いらないんじゃないか。木何に使える今から。強化に使うわけでもないよね。焼いてくても足んないから、11で入れて。狩りは動物がもう見えない気がするんだけど。気のせいだろうか。あ、やってるやってる。いや、いないんじゃないか。で、働いてない人なんか物運んだりするんだよね、確か。だ別に何もしてなければないと思うんだけど。この木をどう使うか。ここだ。家にしろって思われるとこですけど、もう選択肢じゃないね。日中これいけるかな。耐えてくれ。でもこの弓が攻撃力倍みたいなもんだから。で、フロント前の弓、ああ、死んだ。強化できるんだけど。耐えろ耐えろ耐えろ。数なんて戦いの、こういうゲームですね。結構でも耐えれたかな、久々にやった分には。で、また強化してって感じで。お金もちょっと溜まったと思いますね。ここから街にわーってくると。だここの入り口で防衛するゲームですね。タワーディフェンスとかじゃないね。こっから塔で撃つとかでもなく。ユニットが戦っていく。